どうもー影やんです、えー、今回はですね、えー、自分の機嫌を取るということについてお伝えしたいと思います。僕の考えですね。えー、他人のね機嫌を取るのではなくてね、えー、自分の機嫌を取ることに意識を向けてみるということですね、えー。他人の機嫌というのはねその時のもの一過性のものなので、えー、放っておいたらいいんですよね。で他人の機嫌を取って、えー その人の機嫌が治らないことによって自分の機嫌まで悪くなればね全然意味がないんでねあのー、意識するのは自分の機嫌を取ることに意識を向けていただきたいかなというふうに思いますで、機嫌が悪い状態であるとですね意識が機嫌を悪いところに行ってるんでね機嫌が悪くなるようなことが こう引き寄せられるるとといいう側面があると思いますだからね機嫌っていうのはいい状態に持っていく上機嫌に持っていくっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思います。ということでそのだからですね機嫌を外からね外のなんか出来事によって機嫌を悪くするっていうのはね えー、やめるよううにしましまょうでね僕も今その機嫌を自分の機嫌を取るっていうことに、えー、チャレンジというか、えー、意識を向けてるんですけどもね結構ね機嫌、あのー、が ちょっとしたことで悪くなりそうになることがあるんですよね、えー、家族のちょっとした動きでちょっとイラッとしてしまってちょっと機嫌が悪くなりそうになったりする、えー、自分のねその器の小ささというかね、えー、そういうものに気づかされますね、えー、感情の勉強にもなりますね、えー、こんなことで 機嫌悪くなるんやで、それをちょっと止めてですね冷静になってまた機嫌を良い方向へちょっとこう切り替えていくというかそういうことを今していますで、なぜちょっとイラッとするんかなって考えたら、えー、大したことじゃなかったりもしますしももともとやっぱり自分のことでイラッとしていることがあったりとか機嫌が悪くなってたりする ですねだから例えば睡眠不足が原因でその家族のちょっとした行動も、えー でその機嫌が悪くなるような感じになるということもあるんでねそ,のそれを機嫌を悪くしないためにはね、えー、自分が睡眠をねしっかりとるで睡眠をしっかりとるためにはどうしたらいいかっていうことを、えー、考えたりしますねだから機嫌を自分でとるっていうことを意識すると、あのー、かなりね、あのー、その周りに対する影響もねよくなりますんでね是非ね、えー、自分の機嫌 をを取るることと意識してみてみくださいそうすなかなか難しいことではあるんですけども、えー、チャレンジしていただきたいかなというふうに思います。ということで、えー、今日はですね、えー、自分の機嫌をとるということについて、えー、僕の考えをお伝えさせていただきました。ということで以上となります。ありがとうございま